昭和46年3月、宮古市浄土ヶ浜の様子です。本格的な観光シーズンを前に浜開きが行われました。午前10時からの浜開きには関係者が参加して神事が行われ、海の安全と観光の発展を祈りました。この日の宮古は朝から晴れ上がり、最高気温も13度を超える暖かい日でした。本格的な観光シーズンの幕開けです。浜開きと同時に浄土ヶ浜の観光船も就航し、船では福引き大会なども行われて賑わいを見せていました。当時の陸中海岸の観光客は年間およそ50万人と言われていましたが、岩手国体の開催などもあって知名度が上がったため、例年を上回る観光客が期待されました。こちらは現在の浄土ヶ浜。サッパ船に乗り青の洞窟を遊覧するコースも人気を集めています。ゴツゴツとした岩肌の小さな洞窟の中に広がる不思議な空間、季節や天候によってエメラルドグリーンやコバルトブルーに色を変えると言われます。浄土ヶ浜に間もなく春がやってきます。